なんだと？お前！競争はどんな世界だろうと常にある。だから公正さは必要だ。公正の下でなければ人は成長しない。これで公正になったぞ。リモコンを素早く取った方が完璧な勝利とわかる。ここからが苦しいですよ、ロハン先生。お前誰だ、何者だ。現在 21.4 キロ。ボタンを押すのはまだ早いぜ。停止ボタンは時速25キロに到達した瞬間です。どちらが素早くリモコンを奪うのか。ボタンを押せる指は2本残しておいた。それが公正さです。後日恨みが残ったりしてはいけない。リベンジマッチとは勝敗をきっちりと決めること。そうだろう。なんだ、ヘブンズ・ドア。お前まさか。こいつは、この橋本陽馬は。やめろ。現在時速23キロ。まだ転ぶなよ、ロハン先生。時速 23.3 キロ、 23.7 キロ、 24 キロ。くそ、やばい、まずいぞ、まずい。リモコンを絶対に取りに行かないと。まずい。取りに行き、間違いなく君は美しくて素早い動きだった。勝利は確かに君の方だ。悪いな、ヘブンズ・ドア。本にして文字を書き込む、そういう能力がある。今君に瞬間書き込んだ。だが勝敗というなら君の勝ちだ。認めるよ。それでダメか。そのボタンを押したのは君だ。ロハン。